そうか、もう終わりですね。終わりですね。え、佐伯くん5月どうするんですか。いや、試合相手がいればじゃあ出るって感じでしょうか。相手がいれば、うん、大丈夫ですか。このモチベで、このモチベで全然、マジ俺編集で引きこもってるんですよ。確かに家から出てないんですよ。じゃあこのモチベで出て大丈夫ですか。全然いけると思う。だから朝練は毎日行けるって言うなら行ってみようかな。じゃあまあでも挑戦が大事だと思うから。まあ、それは分かりますね。それはそうです。まずね、規則正しい生活に戻した方がいいよ。うん、まあだから相手がおったら行けばいいんじゃない。そうっすね。そっか、その何、相手がおらん、人数が合わん場合があるのってこと。試合に出れん可能性もあるから、それは。うん、うん、相手がおらなくて、うん、なるほどね。バーピージャンプを1日50回だね。そう、バーピージャンプ1日50回すれば多分2分ぐらいでできるじゃん。俺さっき多分2分ぐらいで終わってると思うんだけど、うん、あれってもう1日俺やちくんと試合した時あれで勝ったから。本当にこれだけしかしない。これだけしかしなかった。というのも僕怪我してたんですよ、足。あ、そう、足怪我したんですよ、あの時。あの、膝に水溜まるって聞いたことあるじゃん。太ももに水溜まってましたから。そう、練習で怪我して血だらけで。そんなことある。血だらけになってて、ここで俺3回抜いたわけ。そうで、練習できなくて、もうバーピージャンプするしかないみたいな。そう、バーピージャンプだけやっとくか。そう、やっとくなってなって1日50回続けて。そうそうそう、バーピージャンプの選択肢ある。太ももが今一番パンパンなんだけど。違う、あのあれなんだよ、タックルとかでさ、太もも持たれるのが一番痛かったわけ。対人練習ができなくて、まあ、バーピージャンプ痛いけど、まあ、まだできるなってことで。体力をこう維持するためっていうか。そうそう、そしたら勝ってたから。生ききれんようにみたいな。バービージャンプ一番いいトレーニングし、もしかしたら。俺もさっきみんなでね、1戦目はバービージャンプマジでやってたっす。さっきみんなで50回ずつやったけど、たくまはもう吐きまくってましたから。もうなんか体調不良みたいな。すごいっすもんね。フレートロもなんかフレートロもなんかガチの発言しますもん、さっきから。でもさ、みんなやって分かったと思うけど、まあ、佐々木くん分かってたと思うけどさ、うん、吉田くんとかどうだった？マジできついよ、そんな。本当に見た目よりきつくない？そう、これ見てる人は映像にそういるって思ってる。そうだね、楽勝じゃねみたいな。これやってほしいですね、みんなにも。格闘技と一緒なんですよ、見てる人はいけそうみたいな。やらんかな。え、でもこんなんさ、ホテルでもできるよね、どこでも。そうだね、うん、確かに最強のトレーニングですよ、これ、うん、できないでもないから。本当にホンホテルでやる。これで本当に腹筋も鍛わるの？全身ですよね。腹筋なんか鍛わる感じしんけどな。いや、腹筋は鍛わるのは遅いから。あ、そういうこと。スピードが俺みたいに早くやったら、うん、もっとこう腹筋の力で飛ぶわけよ、うん、テンポ。いやー、待て、早くやればつく。じゃあ俺でもきついからね。何回できるか、うん、本当に誰きついですよね。何回できるかっていうか、50回をもうミクルぐらいのペースでできるんですよね。うん、でもいいし、なんかそれが大事じゃない。まあそれも大事だな。どう、うん、どっちがいいかね。まあでも回数で言ったら俺多分200ぐらいいける自信あるよね。うん、時間かけて。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ戻りますか、東京に。東京に行きましょう。行きましょう。東の京へ、東の都へ。あ、そういうことね。じゃあ明太子選びでもしますか、今から。はい、っすね。前さ、買ったもつ鍋がマジでうまかったから、それ買うんじゃん。今日も買って送ろうかな。まあでも減量始まっちゃうんですけど。この顔です。明太子。じゃあマジで勝ちな明太子さ、試食できるじゃん、探すか。はい、マジ勝ちを。ドラキング生、うまそう。あんなのある、イチゴの。まあ、俺イチゴ嫌いだから。どれ？チョコパイ。どこですか？明太子。とりあえずチケット出します。あ、そうだね。俺、金下ろすわ、金。福岡は第3の国境になりそうですか？まだならん。まだならん。まだ早い。けど気に入っておる。気に入っておるけど、逆にもっといいとこあるかもしれない。そうだ、意外とさ、飛行機で2時間ぐらいか。
そうだね、遠いっちゃ遠いよね。トラッシュとかおらんくない、新幹線で1時間半や。東京駅まで行ったりするの含めて。確かにね、新幹線光だと1時間半ぐらいか、うん、トラッシュから。なんだかんださ、家から考えたら2、3時間かかるよ。吉田三郎さんですね、はい、席は隣ですか。席は隣です。なるほど、窓際がいいですね。窓際は、まあでも吉田くんに窓際あげます。お、くれるんですか。行き窓際だったから優しいね。とりあえずお土産コーナーどこ上。タクマがいつも出すの遅い。タクマはいつも勝手にどっか消えます。タクマからすると俺たちがどっか消えとるらしい。確かにタクマってマイペースなんだ。そう、まあそれは吉田くんもそうだと思う。確かに見てみ、あの変わらずずっと立ってる。あいつ全然遅いやん。こっちは気にしないからね、うん、まあ、どっかで会えるでしょみたいな。タクマも普通の人ってさ、おらんかったら電話してくるじゃん。あいつ探してくるからね、ちゃんと電話するで、魚の群れみたいにいつの間にか同化してくる。自然に、自然と、ね、なんか何かあったみたいな顔で。お、お土産コーナーありますね。お土産コーナーありますね。前俺たちがさ、来た場所じゃない。あ、そうだね。ここで買いましたね、間違いなく。買いましたね、ここで、お酢鍋を。間違いなくね。あ、ちょっと明太子を選びましょうか。一番プチプチ感のある明太子。あ、福屋の明太子。どれが一番うまいですか。どれも美味しいんですけど、はい、辛さがあります。辛さはどんなのがいいですか。優しめ辛め、ね、僕が一番こだわってるのはプチプチ感なんですけど、はいはい、試食ないの。試食、試食はね、やっぱコロナですからね。あ、そうか、うん、全部出せないと思う。あ、確かに、はい、次はちょっとね、どうしようかな。でもね、前のね、量が多すぎたんで。あ、これぐらいがいいかもしれん、逆に。ちっちゃい、見て、でかくね、これ。美味しいですよ。ちょっと多すぎる、でかすぎる。ジャンボ、おつらめ切れた。あ、これ、これです、これこれ、勝ち？これ勝ちです。